関川神社は、大阪府岸和田市にある神社。泉国泉郡の敷内社で、泉国四宮。旧社格は豪社。直眼社である。主人天皇の御代に創立されたと言われる。大阪府史跡名称天然記念物の、岸和田史跡川神社の孔には、白川上皇、熊野美幸の時、八木合楽原によて、本社を、糸間廃やらせられ。 芝草を積み手舞台と梨、なし、部学を創世しめた毎日とき、上皇坊の鳥居に掲げたる変額の筆跡の、つたなきを味噌なわせられ、おやら筆を取りて、小一関川大明人の八字を対象して、これに大へさせた毎日という、という社殿が、紹介されている。英略元年10月の後白河院による熊の、お体を感情に際して、要は元年に関川社は今、 熊野車両諸国小二28カ所の一つとして寄進された。永万元年の仁義館諸写年具注文には、泉5社の他の4社と共に、都の仁義館に直属して、その5年更新者とされ、泉国地下木草特産の串を収めていたことが記されている。憲法5年の言葉、二葉院両院の三行き木には、千秋路で、 種川氏を務めた者についての記述があり、熊野美由紀の卸の革命者に院の方兵士が建てられたことが示されている。関川神社本殿現在の本殿は、慶長年間に豊臣秀頼が片桐勝本に命じて大修理が行われ現在に至る。寛永17年、岡部仙地が高月藩より岸和田藩へ入法した際、 南軍岸和田浜町にあった一の鳥居を道軍学原村に移動される。明治39年8月14日の内務省神社宗教領局長異名通帳によるいわゆる神社合祀で仙南氷山直上村の各神社を大和座関川の関川神社に合祀せよとの方針が示されたが、 大技稲葉の伊坂楠太郎の反対運動によって、この合詞方針を断念させ、大技放金の楠本神社、山台中の中村神社、稲葉の菅原神社が現在に至るまで残ることとなった。これとは別に、上述の神社合詞で、明治40年11月9日、大技関川地内にあった八坂神社、菅原神社、白髭社の各尊社が、 関川神社に合祀された。本殿は、大正3年に古社寺保存法に基づいて、特別保護建造物に指定され、昭和4年には、国宝保存法成立によって、国宝となった。現在は、昭和25年の文化財保護法施行により、重要文化財に指定されている。関川神社。 はるか廃所1、北緯34度27分38.38 38秒、統計百135度24分7.68秒、北緯34.4606611度、百三135.4021333度、34.4606611、十3 5 4 0 2 1 3 3 3関川神社用廃所は、 大阪府岸和田市小祭町麻北学の府道30号線沿いにある。関川神社の市地は、牛滝川に沿って、磯上町付近までに及び、遠方の宇治子が関川神社に参拝できる、よう中間地点付近に要拝所が設けられた。熊の古道沿いにあるため、熊の三景をする皇族、久下が直眼者である関川神社を要拝する場所にもなった。 上述の白川上皇が変額を書かれたのは漢字四年のことで、現在掲げられているものは、その模写である。また、かつて、岸和田浜に御旅書が設けられていたが、岸和田城下の建設に伴い、当地へ移されている。ありがとうございます。